Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。6月7日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナ名古屋お送りいたします。最近ね、王子はですねちょっとストレッチやってるんですけども、今日もね朝ね背伸びしたらねバキバキバキって言うんだよね。でもね、これね、骨の音じゃなくして、あの、筋が伸びてる時に、なんかこう、バキバキって言うらしいんですよね。かなりね、老化がね、進んできてね、ちょっとやばいような感じになっております。滑り王子マスクマンでございます。はい。今日はですね、仕事がお休みで、久しぶりに美容院に行って、ストレートパーマと、カラーをして、なんと4時間もかかって、なんかすっかりくったくたな味噌煮込みすきと。今日はですね、なんか昼はすっごい暑かったんですけども、夜からまた急に涼しくなってですね、いや、これはちょっとアイスクリームやばいかなと思って、代わりにプリンにしました。ダンサーズでございます。結局甘いもの食べてる。ね、甘いよね。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマはリラックス。今週のテーマはリラックスです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日もたくさんメールがあるのでメールをご紹介いたします。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士を絶賛募集中名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中福田康之フリージアの花、芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、メールご紹介したいと思います。はい、お願いします。これはですね、先週の、カバンで来ています。こちらは銭形警部からです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、中学生の頃のカバンはカバンの厚さによって真面目な生徒か不良の生徒か分かれていましたね。カバンが分厚い生徒は大概は真面目で、中には生徒会に所属している生徒は相当カバンの分厚さが広い生徒もいましたね。逆にカバンの厚さが薄い生徒はカバンの芯を抜いて薄くしているので不良生徒が多かったですね。で、私の場合そのどちらでもなく中間くらいの分厚さでした。お三方は中学生の頃カバンの厚さは厚かった方ですか、それとも薄かったですか、ということでございます。王子ね、うん、あの中学生は普通でしたね。で、高校になってから芯抜きましたんで、あの下敷き1枚しか入らなかったですね。うん、あの自分でね、あの分解しましたよ。で、芯抜いて、うん、あのアローアルファみたいなのを塗ってですね、うん、で、あの机をね、あの重しにしてね、あのギュンギュンにしてましたね。あれって何、中入らないとどうするの、教科書とか。あの全部学校に置いてありますもん。ああ、そういうことか、うん、置いておくんだ。でもね、カ
かろうじて、うん、だって下敷きしか入らないでしょ、うん、本当に入らなかったので弁当箱を入れたらね、うん、クラッシュしましたねそれがまた直すのが大変っていうねそういう時がございましたねなるほどもうこれでなんとなくマスクマンの高校生活が分かったなえはいじゃあいきますね、はいはい、カバンで同じくいきますはいはい対名古屋チームの皆さんこんばんは夏の沖縄は黒糖必須食品アレックスです今使っている斜め肩掛けカバンは10年以上前になります臭くなるから一応洗濯しますまたはファブリーズをかけて日干ししますだからかなり色あせてますでも最近リュックサックに変えたい浮気心がざわついていますということです、うん、リュックサック楽ですもんねねえ最近リュックサック流行ってますもんねでもカバン洗う方ってあんまり知らないんですけどあ、だから洗える素材の素材だって素材なんじゃないですか。ああ、そういうことね、うん。なんかなんていうのかな、ビニール系とかね、うん、でそういうこう革系とかってなかなか洗いづらいなと思って、うん、布系ありますもんね。布系で、私だからそのコロナ禍になり始めの頃は、はい、そのやっぱりカバンも洗いたいと思って、うん、あえて布のカバンを使ってて洗濯してましたよ週末とかああそれこそアレックスじゃないけど日干しもしたりとかしてましたようん、うん、っていう風にしてましたね最初の頃はでもそういう時やっぱ洗剤を入れてあれですかあのなんて言うんだろうキルティングでできたやつで、うんうん、だから布だから洗えるんですよ色落ちとかあんまりしないですそしたらやっぱり洗濯しすぎてちょっとボロボロになったからやめましたうんそうだよね結構ね色落ちするのあるんですよねああそう色落ちの前に布が負けちゃったそう、ね、それがね大事なね王子のね、うん、あの服とかパンツにつくとね悲しくなっちゃうパンツいろいろあるねいやありません、ね、なんかこの間から破れたり色あせたり、ね、でもね破れるのはねなんでかなと思うんだけどやっぱりそのお尻の圧力が強いのかなと思う。血圧ですかね。あ、血圧ね。はい。あのね、両方とも高いんで。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてですね、こちらもカバンできています。はい。ダンさん、サミソさん、摩擦抵抗ゼロ、はい、エクセレント滑り王子、こんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日から2泊3日で富士山の、ハエ写真を撮りに、山梨長野に行ってきますが、今回は気合を入れてカメラ3台、レンズ 6本を持って行ったのですが、カメラバッグが小さくて望遠レンズ1本が入らなかったという。あら、装備がすごいですね。あ、うん、新しいカメラバッグが欲しいな。王子、ルン？え？王子、ルン？なんだろうこれ。それは王子にお願いしてるんじゃないですか、ね、ああそういうね、うん、では追伸ただいま、うん、川口湖畔で富士山プラスネモフィラプラス星プラス夜景の撮影待ちをしていますが、うん、天気予報が外れてあちょっとごめん、ね、まだ富士山が顔を出していません、うんうんあこれ気象のことはなかなかね、うん、ねうんうん、天気予報を見ててもね、こうずれる場合ありますもんね。あなんか写真ある、これかな、うんね、ネモフィラこれかなちょっと、うちのスタジオのカラープリント、ちょっと薄いな、これ。うん、見えるかなあんまり見えないね。うん綺麗なね、お写真なんですけど。優しい色合いにしか出てないけど。うん、あの、王子ね、うん、これだけ持ってたらね、はい、あの、シュープリームさんとですね、はい、ちょっとこう違う現場に行ってですね、うん、まあ、俗に言う盗撮ってやつですけども、で、うん、あの、ビキニのお姉さん、ね、ちょっと、お黙り。俗に言う盗撮ってダメじゃん、盗撮。お黙り。ああ、そう。じゃあ、盗撮ではなくてね、ちゃんとこうね、声をかけて写真撮りましょうっていう。ふざけるな！かけたらいいのかな。でもそういう問題ではないよね。あ、そういう問題ではない、うん。でも素晴らしいですよね。カメラ3台で、ね、レンズが6本、ね。これだいぶ遠くからでもいけますよね。ね、ヤンバルクイナさんが、はい、猫にカバンおしっこされて匂いが取れないって。だよね。いやこれ大変だよ。それこそなんていうの、うん、こうあの動物用っていうんですか。そういうののファブリーズねかけないと。匂い残っちゃいますもんね。マーキングの匂いだから特殊なんですよね、匂いがね。はい。はい。では、カバンで読みますね。はい。お三方さん、こんばんは。フルムーン新一です。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ、カバン。
中学生の頃、学生カバンを薄くして、あれ、ここにもいらっしゃった。皿回しのように回すカバン回しが流行っていました。僕は時計回りをマスターしましたが、ほとんどが逆回転。そんな中、高校で知り合った同級生がたまたま僕と同じ回転ですぐに打ち解け、カバン回してキャッチボールしてました。良い思い出です。やっぱりやるんですかね、高校ぐらいになると。うん。まあ大体やるでしょうね。うん、なるほど。はい。ダンサーズはカバンどうしてた？どうしてただろうね。ダンサーズ普通高校のカバンじゃなかった。何もね、ペチャゴにはしてなかった。普通、普通ですよね。普通にしてた。あれ、もともとカバンのちょっと形によって、こう、分厚く見えるのと、細く見えるのもありますんで、うん、まあ、全然至って普通です、ね。普通。何にも触ってなかった。ああ。うん。別に大きくもしてないし、うん、小さくもしてないし、でもあれでしょ、うん、中のあれ教科書とか入れてないでしょ。何入れてた？弁当は入れてたね。みんな弁当しか言わんけど、どういうこと？弁当は入れてた。それは必要ですよ。あれがね、またね、漏れるから大変だろ。汁が漏れて。もうさ、あれカバンについたら大変だよね。大変だから。そうなんですよ。で確かビニールなんかスーパー袋か何かを、うん、なんか二重か三重にしてた。うん、覚えがあって、うん、案外それありますよね、うん、おつゆが垂れちゃってるって、ね、そう、ね、あれが大変、うん、特に夏場ね、うんうん、匂ってくるんですよね、うん、あれサブバッグ的なものには入れないの？サブバッグなんだろう。サブバッグってあったあれね、教科書入れたらだってあったんだけど、うん、なんかねあれすぐ壊れるんですよ。すぐちぎれちゃって。あのね、あれってちょっと、うん、マジソンパックみたいなちっちゃいこう。ちっちゃいやつで。スモークパックですよね。で、なんか手元がすぐちぎれて、うん、なんてこれ弱いんだろうと。あの、ね、そんなに学校指定のやつ、うん、指定だったかな。多分指定だと思いますよ。あのね、王子ね、今思い出したんですけど、うん、そのね、バックもね、うん、両サイドをね、なんていうのこれ、ピン、うん、安全ピン。安全ピン、そう。安全ピン止めて、うん、補足してましたね。うん、それでさえ。うんうん、それも補足してたんだ。うん、それもしてましたね。今なんか思い出しました。よっぽど何も持ってかなかったよね。ねえ、もういかに勉強してないかね。だよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、こちらもリラックスのテーマで来ています。あ、リラックスのテーマ、ね、あ、リラックス。はい、初めてです、ね。どうぞどうぞ。はい、リラックスで、はい、来ております。はい。王子、みそさん、ダンサーさん、お久しぶりです。安心の翼。アンツバです。おお、ありがとうございます。安心の翼になったんだ。いいよね、安心の翼。いいですね。あの飛行機だったらいいよね。なんか飛行機みたいですね。どっかの航空会社に似てます ね、うん、ね。はい。はい。たまに沖縄本島に遊びに行きますが、あんまりリラックスできないんですね。昔、愛知県で働けるとき、仕事最後の日に、今日で仕事終わりだと気を抜いてリラックスして、お腹がやばいことになり、15分おきにトイレに行く羽目になり、地元に帰るまではリラックスできない体になっていました。王子は旅行先と自宅どっちがリラックスできますか？いや、どちらもリラックスできないですね。そうなの？、うん、どちらもね、リラックスってもう緊張感を持ってね、うん、旅行して緊張感を持って旅行するんだ。そうだよ、いろんなもの見たり聞いたりとかで、うん、いろんな方とお話したりとかね、うんうん、まあ、自宅の場合はですね、まあ、監禁されてるみたいなもんですからね。うん、いろんな方の目が怖いっていうね。怖いな、家族多いから余計ね。これは本当にね、私の、ね、夢でございますけどね、はい、ね、綺麗なお姉さんのお家にね、はい、遊びに行ってリラックスしたいなって、それが一番の夢でございますね。いかに普段リラックスできてないかだよね。そうだよ、本当に。もう精神がキュキュしちゃってる。あなたらでも、ね、日曜日になると軟禁状態だよね。そうでございます。はい。ありがとうございます。そ、はい、れは新一さんがカバンのことで、はい、王子その安全ピンのカバンビンゴって。どういうなんかやってるでしょ。新一さん一緒なんだ。やってるでしょ。世代ですかね。ね、世代ですかね。はい。はい、ね、ああ面白い、はい、はい、はい、じゃあ行きます、はい、メール、はい、はい、ではリラックスでいきます。はい、キウ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村の古文ゆかりです。ありがとうございます。今週のテーマリラックス、僕のリラックスは
キンキンに冷えたビールを飲みながらテレビ番組のタモリクラブを見ることです。毎回取り上げるテーマにタモリさんをはじめ毎回マニアックな方々が楽しそうに語らい合っている様子をビールを飲みながら見るのです。人が楽しそうにしている様子を見ているとこっちまで楽しくなってしまいます。僕の至福の時間ですということです。あ、タモリクラブです ね、 もう空耳やわ。もう空耳しか入ってこないですねいやもう空耳は本当にアーカイブで見るぐらいまたね、はい、ツボですけど、はい、洋楽聴くたんびにそれが思い浮かぶんでね。そうそうなんですよ。あれこれ聞いたことあるぞ。聞いたことはこれタモリクラブの何々じゃないみたいなね。そうそうそう。なんかね、そんな感じです。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。実家は大丈夫ですか？はい、いいですよ。はい。はいはい、あと一つお願いします。一つお願いします。はい。続いてですね、品場もろともさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。お三方こんばんは。自分がジャッジできるのは、宿泊型スーパー銭湯です。これかなり細かい設定がありまして、まず温泉ではなくスーパー銭湯です。そして山間部ではなく都心部です。さらに日帰りではなく宿泊施設です。これが自分の何を満たすかというと、非日常的、山奥の温泉に行けば非日常的なのは当たり前ですが、それを都心部で帰りの心配をせず外部と遮断され、寝たい時に寝て、疲れたい時に疲れ、飲みたい時に飲む、ああこんな非日常があるんでしょうか。至福のリラックスです。コロナが流行ってから一度も行っていませんが、早く行けるようになりたいですということでございます。うん、まあ温泉っていうか、まあそういうスーパー銭湯なんかでも気持ちいいですもんね。うん、で汗かいてですね、またこう冷たいビールをいただくと、最高に幸せっていうね。うん、まあ飲みすぎちゃう場合もありますけどね飲みすぎるんだね、うん、ほどほどで、はい、はい、ということで、はい、ということで、はい、CM でーす。 CM です。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里まんじゅうとくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターAnd Object の実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年。サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら、お母さんに会いたい。その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、フリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。
ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？一人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は 098-998-4010 ぐしちゃいも生産組合、あさとに電話したらいいさ。キユナゴヤ。はい、引き続きメール紹介いたします。はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。岐阜の8人のバーバーと申します。今日のテーマリラックスですが。ありがとうございます。我が家は自営なので帰宅が遅く、夕食も遅いのですが、夕食を終えて食器を片付け、お風呂に入り、お休みモードに入った時が私のリラックスタイムです。寝ながらスマホを見るのは良くないらしいですが、ついつい見てしまいますね。本当は寝室にスマホは持ち込まない方がいいそうですが、皆さんはどうされてますか？ということです。バリバリ持ってきてます。もうバリバリ持ち込んでますね。バリバリ持ってきてますね。うん。良くないと思いながら、いけないなと思いながら持ち込んで、はい、で、FM ギノワンのこう、うん、ツイキャスとか見ながら寝落ちしてるパターンとかですね。うん、ありますね。ありますね。スマホはね、まあ大体持ってますよね。うん、まあいろんな情報を得るためにね。はい、でね、この、安定のね、ニーブイさんからですね、はい、この安定さんじゃないの？ん？うん、当てのニーブイさんになってる。うん。うん、ほんで、ツイキャスのね、はい、コメントでですね、はい、王子キャバクラリラックスしてるって聞かれてるんですけども、はい、リラックスはしていません。はい、ハッスルはしています。地獄を見るわよ。ね、本当にリラックスする方は、うん、寝てる人見たことあるんですよ。キャバクラで、うん、キャバクラで寝てる、うん、寝てる人いるんです。それから本当にこの方はお仕事をして、一生懸命お仕事をして、うん、で、お姉ちゃんの横で寝たかったんだなと思って。え、なんかもったいない感じするけどね。うん、でもね、うん、そういう方本当にいらっしゃいますね。うん。なんか気持ちよく寝れるんでしょうね。ペーターさんがさっきの監禁でね、はい、監禁から解放されたら暴走しそうって。まあ、そうですよね。まあ、でしょうね。そこから解放されてね、その、うん、まあね、まあ、よく私の場合お城とか宮殿って言ってますけども、そこから出たらね、うん、一歩出たらね、うん、もうね、うん、フリーダムでございますんで。だから毎週火曜日こんなことになってるんですよ。そうだよね。で、それに伴って、うん、実は、ちょっと、はい。改めて、はい。告知がありますね。はい。はい。いや皆さん。うん。うん。残念なことにですね。あれは告知の連絡事項の音は？あ、言います？はい、お願いします。はい。はい。はい、お願いします。来週。はい。滑りナイト開催決定です。ありがとうございます。ただですね。はい。実はこの、ゲストのヤスさんと事前に打ち合わせしました。うん、はい。うん、一部、はい、勘違いもありました。ああ。はい。一部勘違いもありました。はい。最初から入る。番組冒頭から入るっていうことを、うん、やっぱり知らなかったみたいで。あらま。やっぱり説明してよかったんですけど、うんうん。いや、だから普通にヤスさんが、わーって喜んでらっしゃったんで、うん、ああ、なんか、あれ大丈夫かなってちょっと心配になって、うん、ね。はい、ちょっと 10分じゃないよと。うん。29分まるまるだよ、うん、最初から最後までですね。そしたらなんかね、ちょっと心してた感じですよね。うん、ちょっと、うん、っていう感じもあった。でもね、はい、王子思うんですけども、はい、こう、ヤスさんね、いろんなこう企業とかね、はい、いろんなところでこう、セミナーされててね、はい、トークされるのはね、うん、王子よりか絶対得意だと思いますので、はい、王子、本当に半分寝ててもね、うん、いろんなことをおしゃべりしてくれるんじゃないかなって思ってね。うん。うん、いや、違うんです。していただけることは間違いないんですけど、うん、29分もっていうことです。え、でもあれじゃないですか、うん、その公演とかだって結構長いんじゃないですか、うん、いや、長い、いや、それが10分だと思われてたと思うんです。そう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 。それが29分と聞いたときに、ちょっと固まった感じでしたね。ね、あ、大丈夫です。王子から助けますんで。いや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 、違う。スーパーサポートしますので。いや、もう逆だよ、逆だよ。サポートするのは誰だと思ってるんだい、はい、
もうね、これね、こう滑りないとね、皆さんね、これは言ってましたよ。うん、我々、うんうん、やばいと思ったらマイク切りますからと言ったら、うん、ぜひお願いしますって言ってました。言ってた。マイク切っちゃダメだよ。カープボーイさんが、さやかちゃんは戸惑うのか、噛み合うのか、どっちだろうねって。いや、それはもう、すべてのね、今、ね、いろんな方ゲストにね、はい、来ていただいた方ね、うん、王子とね、おしゃべりしてますけども、すべてが噛み合ってますよね。ね、はい、退場、うん、なんですごくね、いつもね、いいトークができたなってね、自画自賛してるんですけども、はい、ね、ゲストの方も喜んでいただいてね、良かったこと多いんじゃないですか？違う？全く違う。え、全く違うの？うん、全く違う。たまにちょっとこう、固まってらっしゃるなっていう方はいらっしゃいますけど、うん、そう。あまりにもこのね、王子のトークに、ね、盛り上がっちゃったのかなと思って。うん、違うの？いや、盛り上がってるって。まあ、なんでしょう、ドン引きですね。あ、ドン引き。ああ、はい、そっちの方ね。ドン引きです。初めて気づいた。はい、高橋ザリガニさん、はい、そんな風に本人を、そういうこと言われます、浮かれますので、素直に。うん。すごく楽しかったですよって。ね。うん、いや、本当にそうですよ。皆さんにこう、喜んでいただけるようにね。いや、彼にはポイズンワードですね。ギネスさんが何が噛み合ってるって言ってるよ、ほら。え？うん。ちゃんと聞いてる？すごい噛み合ってるよね。もうなんかこういう自覚がないのが一番問題だよね。だっていつもこの王子、こうすね、すごくこう滑らかにトークできてさ、はい、いつもと違うなって、ね、ゲストの方がね、はい、見えると本当そう思うんだよね。ということで、ちょっとメールいつ言いますかね。はい、はい、いいですか。はい、ダンサーズさん、みそにこみしきさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。リスナーのハートを逮捕するの、銭形警部です。ありがとうございます。ありがとうございます。本日のテーマ、リラックスですが、私にとってリラックスできる場所は3箇所あります。はい、はい。自分の部屋、昼夜仕事をして夜間の仕事が終われば、部屋で寝る前に軽くお酒を 1,2 杯飲んでリラックスして寝ます。その2、ネットカフェ快活クラブ。社宅ではタイミングや諸事情によりお風呂がなかなか入ることができないため、ネットカフェでお風呂に入り、フリードリンクや漫画読み放題できるのでよくリラックスしています。その3、犬数のバー。唯一の日曜日が休みで不定期の日曜日に行きますが、馴染みの常連リスナーさんたちが犬数夫妻がいるので、気心よく楽しみながらリラックスして飲めますねっていうことです。はい、ありがとうございます。ありますね、なんか、うん、ね、ありますね、身の数の場合リラックスできるかも、うんうん、はい、はい、ということで、はい、ということで、はい、エンディングです。はい、はい、来週はテーマはフリーです。そして滑りナイトがあります。滑り王子へのクレームなどお待ちしております。王子のいいとこ取らないでよ。びっくりした今。今日はね、みそちゃんに任せました。はい、じゃあ、はい、テイクでお願いします。はい、この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士を絶賛募集中、名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海共和、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージアの花、芋掘りイベントは八重瀬町牛ちゃん芋生産組合、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。もう